マイケル・エドワード・ソーンダースは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州、ビクトリア出身の元プロ野球選手、野球指導者、右ト左ヒ愛称は、キャプテンカナダ。名前は、日本メディアでは、ソーンダース、サウンダースなどとも表記されるが、b a s e b A l, l r e f e r e n c e c o m の選手ページに示されている。名前の発音は、サンダースとなっている。 2004年の MLB ドラフト11巡目でシアトルマリナーズから指名を受けてプロ入りした。2008年の8月に開催された北京オリンピックの野球カナダ代表に選出された。同大会では7試合に出場し、28打数8、アンダー、2本塁打、4打点と活躍した。2009年は7月25日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビューし、 翌7月26日にメジャー初安打を記録した。2010年は5月10日のロサンゼルス・エンゼルス戦でアービン・サンタナからメジャー初本塁打を記録した。2012年は中堅守の定位置をつかみ自己最多の139試合に出場した。自身初の規定打席をクリアすると出場試合数、打率、本塁打、打点、盗塁、出塁率、安打、 二塁打など多くの部門で自己記録を更新した。一方で守備では4失策に抑えた。2013年1月17日に第3回ワールドベースボールクラシック本戦のカナダ代表に選出された。同大会では代表は1次ラウンドで敗退となったが3試合で打率727.1本塁が7打点と活躍した。三月二十日に プール D の MVP、ベストナインを獲得した。シーズンでは、出場試合数、打率、本塁打、打点、盗塁の各部門で成績を落とした。打率を下げたが、出塁率は自己最高の323をマークした。2014年1月15日に、マリナーズと1年契約を結んだ。3年ぶりに100試合未満の出場に終わったが、打率。 273と出塁率。341はそれまでの自己ベストを大きく上回り、長打率。450も自己最高の数値だった。投塁成功率が初めて5割を下回るなど、総類面では制裁を欠いた。2014年12月3日に JA ハップとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2015年はスプリングトレーニング中に、 左膝半月糸の手術を受け、開幕は故障者リストで迎えた。4月25日に復帰し、同日のタンパベイレーズ戦で新天地デビューを果たした。しかし膝の状態が悪化し、5月10日には再び故障者リストに入った。そのまま3ヶ月余りが経過し、8月18日にはシーズンの残り試合を全て欠場することが決まった。 この年は9試合に出場しただけで、打率、194.3打点という成績だった。2016年は6月17日のボルチモアオリオールズ戦において3本類打8打点を記録するなどを開幕から活躍した。これを受け同年のオールスターゲームでは、最終投票でキャプテンカナダに投票せよ、との呼びかけが行われ、 カナダから98.6%の票が入り、地元に近い古巣のマリナーズが本拠地を置くシアトルがあるワシントン州からも票が入り、ジョージ・スプリンガーらを交わして34番目の男に選ばれた。最終投票でブルージェイズの選手が選出されるのは2013年のスティーブ・デ・ラバー以来のことだった。後半戦に入ると失速し、58試合で打率。 178、65三振、オプス0.638と苦しんだ。それでも、終盤まで左翼種のレギュラーの座を守り、打率、253、24本塁打、57打点、オプス0.815という成績を残した。オフの11月3日に、FA となった。オフの12月13日に第4回 WBC のカナダ代表参加の意思を表明したが、 最終的に代表には選出されなかった。2017年1月19日にフィラデルフィア・フィリーズと1年900万ドルで契約を結んだ。6月20日に戦力外23日に自由契約となった。2017年6月28日にフルス・ブルージーズとマイナー契約を結び、トリプル a 級バッファロー・バイソンズに配属された。 9月1日にセプテンバーコールアップで、テオスカー、ヘルナンデス、リチャード・ウレーニア、ルーク・メイリーと共にメジャーに昇格した。オフの11月2日に、FA となった。2018年2月21日に、ピッツバーグ・パイレッツとマイナー契約を結んで、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、翌22日にタンパベイレーズからコーリー・ディッカーソンが加入すると、出場機会を考慮したソーン・ダースは契約解除を申し出て受諾された。その翌日の23日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだが、3月24日に自由契約となり、4月2日にオリオールズとマイナー契約を結んだ。 開幕から参カの AA、A、級ンフォークタイズでプレーしていたが、25試合で打率。161、1本塁打、14打点、2盗塁と結果を残せず、5月15日に自由契約となった。5月21日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、参カの AA、A、級、シャーロット・ナイツへ配属された。しかし、ここでも打率。 152と低迷し、6月21日に自由契約となった。12月26日にコロラドロッキーズと契約合意。2019年の開幕前にロッキーズを解雇となった。10月には 2019WBSC プレミア12のカナダ代表に選ばれたが、10月25日にプロ野球選手としての現役引退を表明した。2020年から アトランタ・ブレイブス参加のマイナーリーグチームの監督となる予定であることと2020年東京オリンピックの野球カナダ代表入りを目指すことを表明している。2020年2月、アパラチアンリーグのダンビル・ブレイブスの監督に就任することが発表された。ありがとうございます。